ビクトリノックス、スイスのアーミーナイフマルチツールの一番小さいのをちょっと買ったので紹介します。こちらが一番小さいサイズ、全長、このハンドルっていうんだけど、ここからここまでが58ミリ、小指くらい。で、こっちが、僕がもう20年使っとるビクトリノックスクラシック SD、ハサミ、ナイフ。で、こっちが、マイナスドライバーに爪ヤスリ。これ重宝します。で、あとここのスイス国旗、これを押すと LED。 で、あとここのグレーのところ、これがピンセット、トゲ抜き。で、このモデル、通常ここの LED のところがトゥースピック、爪楊枝になるんですけど、これはこの赤色 LED で、この電池の入れる場所がここが、蓋がポコってきた、こっちの穴から細い棒を差し込んで開ける。で、あとこのキーホルダー、刃が悪くなってきたもので、自分で研いとってもう傷だらけで切れが鈍ってきて、で、こちらを今度買いました。これがビクトリノックスクラシックアロックス、アルミですね。で、何がいいって、この樹脂部分のハンドル、これがアルミのエンボス加工で、これがすごく質感が良くて薄くてかっこいいです。で、同じようにナイフ、爪ヤスリとハサミ。で、この薄さ、こちらが約1センチ。で、こちらが5ミリ。これぐらい違う。で、今どうやって使っとるかっていうことなんですけど、これはもうちょっと今使ってません。キーから外して。で、小さい、なんかアクセサリーのチェーン。これを切って、財布ですね。財布に携帯できるようにここに鍵をつけて、この状態、この状態でこれで落とすことができます。これをここに入れて、この状態で携帯する。ただこれ携帯すると、日本の法律だと6センチ以上の刃渡りの場合、銃刀法違反で、これもちろん刃渡り何センチだろう、 3.5 ぐらいなので問題ないんですけど、軽犯罪法で職質された時に引っかかる人もいますので気をつけてください。すごく高級感もあって、すごくかっこいいです。